藤川監督が五つ星なせを大絶賛。彼はものすごく能力が高い。阪神紅白戦、白組ゼロ、四赤組、9日、秋市営球場、阪神、藤川球児監督、44、が9日、紅白戦で新体制初得点となる先制的時二塁打を放った五つ星なせが癒し、19、を絶賛した。赤組の3番で初回から結果を出した高卒2年目の潜在能力を高く評価。1軍未経験だが大人への成長といいますかね、次のステージに上がるチャンスはあるとブレイクを目指す若虎への期待の大きさを示した。初回のスコアボードに1を刻んだ五つ星の伸びしろ。藤川監督は彼はものすごく能力が高いことを重々分かっているし、チームとしても非常に今後大事な存在になる選手と嬉しそうに指摘した。3日は赤組1番に座らせ3打数無安打に終わったが、この日も先行の赤組3番でスタメンに名前を書き入れた。前は1番で今日は3番に入っているというところは、彼を引き上げたいというかね、彼の能力を非常に高く考えているとは思いますね。1軍メンバーも参加する中でクリーンアップに抜擢した理由を明かした。新指揮官の期待に若虎は結果で応えた。初回1失塁でまっすぐに遅れないようにと意識づけして打席に入った五つ星、津田の148キロ直球を左翼線へ運んでスタンディングダブルをマークした。虎党から拍手喝采を向けられたアピールの一撃に、監督が変わった時がチャンスだと思うので、ここで一軍に定着できるようにやりたいですと決意を新たにした。今季はウエスタンで105試合に出場し、打率275、2本塁打、28打点、15盗塁、守備、走塁、バッティング、どれか一つだけじゃなくて全部が一流のレベルに持っていけるようにやっていきたい。一軍との壁はあんまり感じたことはないですねと3年目のブレイク、頼もしい言葉を残した。五つ星なせ2005年3月17日生まれ、19歳、東京都八王子市出身、177センチ、88キロ、右投げ右打ち、外野手、関東第一では甲子園出場なし、高校通算32本塁打、22年度ドラフト3位で阪神入団。この時期は毎年期待の選手の名前が多く出るかと思います。見る側も根気よく応援してほしいですよね。五つ星選手はまず春季キャンプでの一軍入りを期待したいですね。外野手は野口もいるし、五つ星まで出てくると嬉しい悲鳴。みんな若いし、誰を起用するか監督の眼力が試される。やはり現役ドラフトは小野寺あたりなのかな。他球団ならもっと出場機会がありそう。森下と前川には伸びしろしかないが、昨シーズンがピークだった菅野、ある近本が今シーズン程度の働きしかできないなら、絶対的なレギュラー固定はやめて、不調時は五つ星をセンターで使うのもありかも。順当にいけば近本、森下、前川がスタメン、4番手代打要員で井上、代走守備固め要員で島田、まずは島田のポジションを奪う活躍を見せてほしい。外野の4番手は野口と五つ星で、井上はファーストの2番手と思います。五つ星も中川も体調や体力が万全なら今年は使ってたかもね。2軍で活躍をしてて1軍に呼ばれなかった選手を監督が変わった時は大チャンス。外野手は豊富で溢れるくらいですね。といえど内野にも佐藤や大山、あるいは新外国人と激戦ですが、そこを脅かすくらいの存在を求む。森下が入る前は外野のポジション埋まってなかったのに、今は楽しみな選手がいっぱいで嬉しいですね。監督が新しく就任したシーズンはレギュラー以外にスポットライトが当たることは多いし、五つ星は大チャンス。この時期は試合がなくて夢や理想をたくさん語れていいね。五つ星は巨人浅野以上の数字を残せると思っているが、監督にこんな風に名前を挙げてもらったら励みになるだろうな。高木豊さんが岡田さんに五つ星あげないんですかって聞いたら、五つ星はまだまだって言われたそうなので、岡田さんのままならほぼノーチャンスだった。監督変わると本当に違う。若手にはチャンスだね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。